OK です。すいません、トラブル、機材トラブルで遅れましたが、始めましょうか。
のレペゼンホームタウン。いつだって最高潮来た関東からきっと感動させちゃう見事なアンサンボル。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、5人が見せる素晴らしいライフ。扱い的には色物はしゃいちゃう生粋の田舎もん。 BLUE、BLUR、スーパードゥーパーブルブラです。いやー、息切れしちゃうけど、もっと高速なラップをしたいからやるぜ。 We got the soul power、 休んでる場合じゃないな。ちょっと楽器隊見てたら休んでるけど、休んでる場合じゃないな。 We got the soul power、 まだまだ足りない、もっとまだ行かない、行かせない。お前らが休んだ分俺はフリースタイル始める。そんなことぐらいの用じゃないぜ。ベッキーと川谷ならフリースタイル、俺がかますのはフリースタイル。変態なら入ってるブリーフタイツ、江頭並みにかますこのライブ。 YO! なんでもありじゃねえぜ、そこら辺のルール守って始めるぜ。そろそろ準備がいいなら始めよ。 We got a soul power、 掲げろ拳、yeah! 熱いから休みたくなるよね。まだまだ熱いよね。 OK、 YeahWe got the soul power.
とさ一生モテるわけないじゃん。だって君と誰か始まったから。お前行くぞ。 It's a never ending peace言っちゃうぜ。一曲になっただけで母言っちゃうぜ。なぜなら俺たちは We are the out of all。 おっと今日は学者がふわついてるぜ。ふわちゃんって呼んでやろうみんな、ね、だからそんな奴らは消しゴムマジックで消してやるのさ。今日は楽器がふわついてるし、兄ちゃんはなんだか張り切ってるし、いい夜になりそうだ。行くぜ。なんなら肩組まないで、暑いから。すごい暑いから。しかもお兄ちゃんすごいしっとりしてたし、なんかおしゃれなバームクーヘン並みにしっとりしてた。すごい嫌だ、すごい嫌だ。 Yeah OK か。準備 OK なら始めよう。 Yeah。 なぜならあの楽器隊も忘れちゃうほど俺たちは年を取ってる。つまりは We are the out of all。 We are the out of all。 We are the out of all。 はしゃいだ中年、走り続けるぜ無我夢中で。行きましょう。楽しいね、我々久々のライブだからね。ね、いやそっちと喋って、なんで身内と喋ってんだよ。MC 中に。じゃあ今さっき足蹴られたから。こっち来んなって。あ、足蹴られたのね。それはなんかあの学校であるでしょ。校長先生が喋ってる時こうちょっかい出す。それと同じようなもんだよね。ね、そんなもんだよね。あとあんま来てほしくないんでしょ。来てほしくないんでしょ。来てほしくないんでしょ。本当は。来てほしいよ。気持ち悪いおじさん同士でね、マジで気持ち悪い。でもみんなの前で言う必要ないかもしれないけど、この間一緒にライブ見に行った後ご飯一緒に食べに行ってくれなかった。二人でライブ見に行ったんですよ。なのに昼間お菓子食ったからちょっと腹減ってないとか言い出した。そんなことある？
こんなデブっちょが昼間お菓子食ったぐらいで、俺は兄弟2人でさ仲良くラーメンでも食べてさ、ちょっと家族の話でもしようかなとか音楽そんなのはやだライブより声出すのやめて、ライブ の、 あのラップより声出てんじゃんということでね、すいません、ドリー24周年おめでとうございます。去年も言いましたけど24年前何してたみたいなありますけど、15歳ですよ私、俺20歳、ああ今39歳ですけど、もういい加減してくださいよってね。だけど、15歳で初めて来たライブハウスがここでした。クラブはねちょこっとカッコつけて行ってたんですけど、初めてライブハウス来たのはここで。誰のライブ？いやなんか友達が諸葛孔明というバンドやってて、クソだせえけど、クソだせえけどさ、なんかそういう時って集まるじゃんね、なんか友達がやるからみたいなんでさ、その時はまだなんか別にああすげえなーと思ったけど、今でそんなライブやってたらメラメラしちゃうよね。同級生がやってたらね、あ絶対俺のがかっこいいみたいなね今日だって悪いけど全番の見下げ絶対俺のがかっこいいと思ってたからねだからそうして、まあみんなねいろいろかっこいいしね、さっきもね、スカイラブがなんか片足突っ込んでるって言ってたんですよ歴史に、はい、俺らも片足どころか俺ら棺桶に両足突っ込んでたんでいつ死んでもわかんない、ライブハウスライブ中死んでも構わない本望ですね、うん、そしたら本望ですね。そしたらジェームス・ブラウンみたいに棺桶から蘇るみたいな演出やりたいですけどね、そういうのかっこいいですけど、まあでも、本当に24周年、真面目なちょっと話しちゃうけど、誰かの青春をここでね、みんな過ごしてるわけ、誰かの青春をドリーは受け負ってるわけですよ。壁に貼られたポスター、フライヤー、サイン、バンドマンのこのパスっていうの、いろんな青春がここに詰まってて、誰かの青春を全部受け止めてるのがこのライブハウスだから、久保さんと高博君にはすごい責任があって、これからも誰かの青春を受け止めて、でお客さんの青春ってまあそんな年じゃねえだろうと、俺らもう青秋ぐらい行ってんだね、青春、それも青春か、はい、青冬、冬ぐらいまで行って、いやまだ、まあでも何回目の青春をねここで過ごして、みんなもさっきもすごい飛び跳ねてありがとうございます、目の前で飛び跳ねてサイリウム持ってきてもらう、こういうのも青春の一部、思い出の一部だから、あの時サイリウム持ってきたよね、あの時目の前でサイリウム持ってるヤバいお客さんいたよねみたいな、後ろで言ってるもん、ね、何者なんだあいつらみたいな、そういう笑い話がねどっかでできれば、それも青春の一つで、俺たちの青春はずっと続いてるわけで、それをこれからもドリーは受け止めなきゃならない、俺らのバンドマンの、今日出たバンドマンの青春の1ページを受け止めなきゃならない。そしてずっとやってるけど、もうラップなんか20年ぐらいやって、でも書きたい歌詞もあるし言いたいこともあるし、まだまだ今日すごい最高だったけど、いろんな終わった後ミスの話をするよきっと、俺らはあそこダメだったとか、まだ最高は来てないのよ、いつになったら来るか分かんないけど、その最高を求めずっと俺たちの青春は続けていくし、今日出たバンドマンの青春は続けていくし、そしてこの壁に貼られた青春も、お前の分まで走ろうとかかっこいいことは言わないけど、お前らの分が、お前ら辞めてったやつらもね、いろんな理由があって辞めてったからしょうがないんだけど、辞めてったやつらがすげえ悔しがるぐらいな青春を俺らはぶつけたいと思う。だからドリーもお客さんも何周年だか、もう24周年24回分の青春を受け止めてるけど、俺らの青春もこれからまたぶつけていくので、今日出た演者ももしかしたら来年いないやつらもいるかもしれない、だけどもそれはそれの青春の1ページでそいつは本を閉じたけど、俺らはまだ閉じねえし閉じるつもりもねえから、杖ついてまでここでライブやってやるから、いい加減にしろって言われるぐらい、久保さんが亡くなって次高博さん、高博くんになるかもしれない、高博くんがあいつらまだいるんですよ、ブルブラあいつすげえうるさくてリハは来ねえし本番まで本番にしか来ねえしとか、あいつら鳥じゃねえと出ねえしとか、そう言うかもしれないけど、それまでの青春を全部俺らぶつけますんで、泥臭いこと言うけど本当に汗と涙とかいろんなもんかぶってやってますんで、そんなのお前らが勝手にやってるだけじゃんって言われるかもしれないけど、勝手にやってるだけだから、その青春を勝手に押し付けてぶつけるから、皆さん受け止めてほしい、毎回毎回こんなくだらない MC でははっと笑ってくれるお客さんがいるから、仕事中いろいろ考えちゃう、なんで喋ろうか今日はと、明日も6時からお米を運びながらね、お米の時期でね、私農協なんで明日も3000体近くのお米を運びますが、その中でまた
昨日はいい MC 言ったなとか、あれはダメだったなとか反省しながらまた次のページ続いていくので、ドリーもお客さんもこれから先まだまだ俺たちの精神、今日の出たバンドマンの精神受け止めてください。オーライよろしく。でね、全然俺らの話じゃないんだけど、来月10月22日インカナデリここでツアーやるから、インカナデリマイルストーンツアー、インカナデリので、インカナデリそこからツアーがスタートして全国回るし、俺もちなみに1曲フィーチャリングで参加してます。それが10月15日に配信になるんで、ぜひ聴いてください。このブルブラでやってるようなラップじゃない、ちょっとカッコつけてます、インカナに寄せてるインカナに寄せてカッコつけてる。それが10月15日で、22日に、ここでインカナデリのマイルストーンツアーがファーストフルアルバム始まって、今日来てくれる、今日来てくれた高林くん、クランチラインも出てるし、ね、デッドオーダーとか、アシトレイズ、そして宇都宮のクソジジイパクトーも出てるから、これ動画に残していいからザッキーさん、宇都宮のクソジジイ、北斗神拳のザコみたいなやパクトーが出てるから、それぞれの全員チェックして、マジ最宇都宮の、あの誰がなんて言わないと、あの賛否両論認めないから、宇都宮の第一線走ってるやつらが10月22日ここでインカナデリのツアーでスタートするから、ぜひ見に来てほしい。俺は多分来ないけど、ドラクエウォークのイベント行ってると思うから。ドラクエウォークリアルウォークイベントっていうのがあって、富士急ハイランドで歩くからごめんね来れない、ドラクエウォークの方が好きだから。だから今日もいろいろ喋っちゃったけど、まあ来月10月22日ぜひ来てください。クランチラインとかインカナ、もちろんインカナ出る、アシュトレイズ、本当にパクトーデッドオーダー、最新じゃねえな、最前線のやつらが出てますんで来てください。来るよっていう人、はい、全員覚えたんでね、後で報告しておきます。インカナデリのタカちゃんに報告しておきます。まあそんなわけで、人の告知、人なつか、だっても盟友、友達、仲間つか、もう戦友だから、そのどんどんそういう告知して、宇都宮がね少しでも良くなったり熱くなったりすればいいし、そのおこぼれ俺らをもらっていくから、小判ざめ商法でやっていくから、俺たちはね、別にね自分らで頑張らなくても、そう、あのインカナデリが武道館行けば俺らオープニングアクト確定だから。横田がオープニング武道館行けば俺らオープニングアクト確定だから、そこは見せるから、おじさんの力、何でもいいから俺ら小判ざめ商法でやっていくぜ。もちろん自分らのアルバムもそろそろ出る、やっと。あのね、そういう、あ、ごめんね、ちょっと長いね、あ、まだ大丈夫だ、時間見たら。あのね、そういう話するたんびね、全然違う話しちゃうんだよ、いつも。アルバムいつ出すっていう話するたんび、今日だって全員違う話してきたもんね、またね。あれ良くないね、あれ年寄りの悪いところだよね。違う話、あっちこっち、あっちこっち行ってね。だけど今日決まりました、今日決まりましたんで。はい、兄ちゃんがいない間決めましたんで。聞きました。はい、あ、聞きました。はい、はい、そんなわけで、まあ、長々といつもの癖で喋っちゃいますけど、まあ、これからも、この先も、俺らの精神を受け止めるし、みんなの青春のページになればいいし、みんなの刺激になればいいし、少しでも明日頑張ろうと思ってもらえるやつが一人でもいたら、この歌詞に共感してくれた、俺らの、また刻まれる、青春のに刻まれる、今日何回青春行ったか分かんないけど、まだまだ頑張っていきたいと思います。ついついてまで出てやるからな。久保さんはいないけど、高弘くんよろしくな。行くぜブルブラ、最後ラスト2曲鳥なんで、バシッと宇都宮で締めたいと思います。 We are the ブルブラ 2MC、 そしてギターにベースプラスドラム、完全オリジナル2つとなく、なんとなく聴いてたあなたも超大作割りラストなく、we'll be right back.
シーズン家庭内に自分を鼓舞し罪が食い込むまで握った拳本当にグリジャンオン道に行く天気メダル最上級の勝負を進めていくぞI'm not afraid to die.
決まりの締めやるぜ。知らない奴は無視しろ。立てるのは中指じゃなくてプラス人差し指、それをひっくり返してピース、ユニティ、ワンラブ、ブルブラでした。ありがとう。すぐやるよ。もったいぶつけないし、なんかカッコつけていっぱい聞きたいけど、すぐやるのが、ジジイです。アルコールなしでもファン興奮、鳴りやまないアンコールだから続けようぜこのパーリー。さっきは失礼なこと言ってごめんなさい久保さん、でもしょうがない順番だから、それが順番だからね。そんなこと言ってますから、そんなことばっかり言ってから怒られるんだよ、ね、しょうがないけど、やります。最後全然違う曲やってやる、終わりにしてやる。あんなに盛り上がったのにしっとりやってやるから、準備してたしアンコール。今日リハに来なかった遅刻したやつがいるから、その人に最後バトンタッチして終わりにしたいと思う。 OK。こんな夜がいつまでも続くとは限らないけど、続いてほしいぜいつもの夜。これちょっとシリアスだけど、これちょっとシリアスだけど、
今度こそこれで終わりね。毎回やるから、知ってるやつはやってくれ、知らねえやつは無視してくれ。分かった。立てるのは中指じゃなくてプラス人差し指、それをひっくり返して Peace Unity One Love BLUEPLU ブルブラでした。ありがとう。もう一回言うぜ、24周年おめでとう。そして今日来てくれたお客さん、素敵な夜ありがとうございました。みんなにピース。